大鳥居とヤヒコさんヤヒコ村は、新潟県西館原郡にある村である。園子への通勤率は34.1%、新潟市への通勤率は14.6%。越後国一の宮、いよいよ彦神社の鳥居前町。ヤヒコ山やヤヒコ温泉、ヤヒコ公園と合わせて、観光客が多く訪れる。ヤヒコ競輪場は、日本で唯一の尊営開催による。 公営競技が行われている。2010年の国勢調査では、県内市町村の中で東村と清浪町のみが人口増となり、2006年度に村が開発し2年以内に完売した、きらめきニュータウンの効果と考えられている。また、同時点での平均年齢は、清浪町と新潟市に次いで、県内で3番目に若い。弥彦村は当初、 西蒲原郡分水町、三島郡寺泊町との合併による新市設置を目指していたものの、や彦村が合併の条件を不服として合併協議会から離脱した。その後、両町による合併協議も結果的には破綻するに至り、分水町は燕市及び西蒲原郡吉田町と合体して演手となり、寺泊町は 長岡市の合併協議に合流して同市に編入合併した。これによって、弥彦村は単独での町づくりを目指すこととなった。昭和の大合併期にも、吉田町との合併を進める県からの二度にわたる、勧告を拒否し単独で存続している。弥彦さ山、弥彦温泉、いよいよ彦神社などがあり、観光業が盛んである。また、 八彦こ輪場も重要な集客施設となっている。村は2019年時点では、県内で唯一ワイン特区に指定されており、隣接する西関区とともにワイン作りが盛んな地域である。このほか、特産品として、枝豆、八彦娘、ジャンボシイタケ、八彦太郎などが挙げられる。園市との境界付近は、工業地帯となっており、2009年頃までは、 富士テクニカの工場もあった。並行となったふもと小学校の木造校舎が残されており、民族資料展示室、八彦村ふるさと学校として開放されている。八彦駅村内ではかつて、新潟交通グループの新潟交通観光バスによる路線バスが運行されていたが、2003年6月をもって全線廃止となり、以後は村が運営する、 無料巡回バスのサービスにより路線が維持されてきた。村では2015年度からつばめしとの共同事業による公共交通サービスを開始し、4月1日からは巡回バスに代わり、村内とつばめし吉田地区を連絡する広域巡回バス、や彦号の運行を開始したほか、7月1日からはつばめしの乗り合い制デマウンド交通、お出かけキララン、号の サービスエリアを、村内全域に拡大するなど、公共交通網の維持を図っている。また、隣接する新潟市西館区内で、岩室温泉やカーブドッジワイナリー、上関方公園といった、主要観光地と越後線上駅を結んでいた、西館観光周遊グルンバスが、2020年9月からは、八彦駅、いよいよ彦神社経由に延伸され、 土曜、日曜を中心に運行されている。また、村内ではかつて、新潟交通グループが運行する新潟駅前、発着の県内高速バスが運行されていた。ピーク時には、牧片東 IC 経由と三条円 i c 経由の2路線が設けられ、JRH5 線とともに、新潟市中心部から直通する公共交通の一つであったが、 前社の薪線は1990年代前半に、薪駅前や彦神社前館が、沿線も2011年9月30日限りで、園駅前や彦神社前館がそれぞれ廃止され、いずれも現存しない。いよいよ彦神社の門前に並ぶ店や彦公園、いよいよ彦神社の部学、大々かぐらや彦駅からいよいよ彦神社にかけて、多くの店が並ぶほか、観光案内所や足湯、 観光施設、おもてなし広場など、観光整備が行われている。また、長岡市、寺泊や、国上の大山など、隣接市町村にも観光エリアが広がっており、これらの八彦村内外の観光地と上越新幹線、円山上駅を結ぶ観光タクシーも運行されている。ありがとうございます。